猫火災弱決定戦第1ラウンド後の阪神&西武ファンの反応。3連敗か8連敗くらいしてたと思った。連敗って止まるもんですね。弾けるチカの笑顔。ヘルキ爆罪になったやん。ノーアウト1、2塁で点が入る気が全くしなかった。もう感情も枯れ果てた。監督が悪いみたいな感じで松風首にしたけど何も状況変わらず。8カードぶりって1ヶ月以上かかってるじゃねえか。まさかうちより暗黒がいたとは。最弱対決まずは1勝や。今日から開幕や。完封はなかなかしないのに普通に弱い。阪神をこの3日間って勘違いしそうだな。猫か最弱決定戦ライオンの負け。近本の笑顔に泣きそうになった。3連敗やったんか。もっと連敗してる気分やった。坂本地味にファインプレイヤーなめっちゃええ声かけやったと思うで。運回しってた。ちょうどフロアいたわ。こっちは何カード連続で初戦落としたんだ。サトテル、糸間栄ってきてくれてありがとう。西武の攻撃はまるで阪神のようやな。失点せずに抑えたの良いね。漆原、もう一つの阪神として西武には同情してるで。やっぱてる必要やな。いると期待度が違う。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。